はい、皆さんこんにちは、ビッグエンジェルのエリピオです。はい、突然ですが皆さん、早速クイズです。エリの変化に何かお気づきですか？わかりますか？シンキングタイムスタート。はい、終了。え、なんだって？なんだって？そう、髪の毛が変わりました。はい、正解の方は皆さん300ピヨピヨポイントをプレゼントしたいと思います。音楽が止まっちゃった。はい、惜しくも分からなかったよという方はマイナス1億5000ポイントです。はい、ということで今日はスーパーで新商品を見つけました。一平ちゃんの夜店の焼きそばシリーズ、なんとカラムーチョが出てました。知ってましたか皆さん？見て、新商品です。今日はこれを食べていきたいと思います。はい、それではお湯入れて、お湯を切って作ってきました。まだ普通です。では液体ソース入れたいと思います。よいしょ、よいしょ、すっごいいい匂いする。カラムーチョかな、やっぱりめっちゃいい匂いする。おいしそう。すでにおいしそう。本当にちょっと買って、すでに言うけど、ちょっと買ってみてください。めちゃめちゃいい匂いするわこれ。めっちゃいい匂い。よし、ほんでふりかけ。暑いね最近。はは、暑いよ。デブに厳しい夏が来るよ。あ、これあれだ、なんかカラムーチョなんですけど、ドカラムーチョやから、もしかしたらドになるやつ、ドになる、どうになるやつ。すっごいカラムーチョの粉みたいなのが入ってますね。まあこんな感じ。ほら、わあ、結構入ってる。さすがドドさすがドー。はい、あららちょっと待って、お箸が飛んでちゃった。ちょっと待っててください。はい、すいません。お箸取ってきました。はい、こんな感じでかけ終わりました。混ぜます。したら特製マヨ。特製マヨ。ここがマヨビームノズル。よいしょ。マヨビーム。お、あ、やっぱチリっぽい感じの色です。やっぱさ、こういうのに入ってるマヨネーズってさ、足りない。こんな感じです。いや、でも美味しそう。今日は最近暑いので麦茶です。よいしょ、つけちゃった氷が。やっぱね、暑い日は麦茶がいいよ。よし、いただきます。嬉しいな。いただきます。うん、すぐピリッときますね。うん、おいしい。でもカラムーチョカラムーチョの味なのかな。最近なんかカラムーチョ食べてないから、カラムーチョかちょっと
どうなんだろう、分からんけど、でもあのうま辛、うま辛味って感じですね。うま辛おいしい熱い、辛い、辛い、熱い、結構辛め。まあそんな君にはマヨネーズあ、結構辛い、結構辛い、あ、見てマヨネーズー美味しそう。やっぱね、焼きそばにマヨネーズも合うし、なんか辛いからそれもマイルドになるし、最高ですね。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、うん、熱い結構辛いです。でも辛いの好きな人は絶対好きだと思います。でやっぱりね、暑い夏に辛いもの食べながら麦茶で流し込む、最高。ということで、よかったら買ってみてください、一平ちゃんのシリーズ。ではまたねバイバーイ。